もしもし、テレフォン人生相談です。お願いします。はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？私の過去の浮気、それから嫁姑、夫婦問題といったところです。ずいぶんいっぱいありますね。夫婦、子供3人でアパートで暮らしておるんですけれども。はい、あ、じゃあちょっと詳しく伺っちゃいましょう。はい、あなたおいくつ？はい、43歳です。奥様は35歳です。でお子様がいらっしゃるのね。はい、男で9歳です。3人でアパートに住んでらっしゃる。3人で、はい、はい、で私が仕事を変わりまして1年ちょっとになるんですけれども、はい、以前より収入がまあ減りまして、はい、生活がいっぱいいっぱいですと。はい、実家に戻ればそれなりにまあお金の面で楽になるので、はい、戻りたいなという思いはあるんですが、はい、嫁が私は嫌ですと。あ、そこが嫁姑問題なのね。そうですね、はいはい、これご実家の方はお父様お母様がいらっしゃるの？はい、親父はいませんし、もう亡くなりました。あ、お母様がお一人で住んでらっしゃる。はい、あなた一人っ子？そうです。あ、なるほどね。お母様おいくつぐらい？66ですかね。何かお仕事されてる？はい、パートをしてます。ああ、そうなんですか。はい、であなたは会社勤めでらっしゃるのよね。はい、で奥様は、パートです。アパートしてらっしゃるの。生活がいっぱいいっぱいになっちゃったっていうのは、はい、月いくらぐらいで生活してらっしゃるの？今は手取りで23万ぐらい。はい、その前の時は？前の時は倍以上ありました。あ、そうなんですか。それは、はい、慣れみたいなものもあるから、はい、かなりきついですね。はい。で、私としては、家庭内別居みたいなものが割と長く続いているので、その家庭内別居が続いているのは、給料が安くなっちゃったから？はい、そうですね。その前ですね、その、私の浮気がバレる前後から。ご結婚何年目？11年目。はい、で浮気は何年目ぐらいからしたの？4年目ぐらいですかね。これずーっと続いてんですか？4年ぐらい前に別れてます。でそれが分かっちゃったのはいつだったの？ 3,4 年前ですね。終わるちょっと前っていうこと？そうです、はい、終わる前ですね。終わる前に分かっちゃった。はい、やめてくださいと言われてやめたわけよね。やめてくださいと言われてやめたのもありますし、彼女の方から、終わりにしましょうというのが、まあ、近しいタイミングだったということです。あ、じゃあ彼女の方も別に遊びだったんだ。まあ今思えば。そこからもう家庭内別居になっちゃったんですか？そうですね。で、彼女と別れた後に私は単身赴任になって、別のところへ3年弱ぐらい一人で住んでたんです。ああ、なるほどね。なんでまあそこでお互いに頭を冷やす期間というか、はい、そういうのはありました。で、その3年間の間にいい方向に進んだわけ？進んではないです。家に帰るのが月に1回か2回ぐらいでした。はい。はい、で、うちのことをしなくなったんですね、妻が。え、でもあなたは月に1回か2回しか帰ってないんでしょ？まあ単身赴任でしたから。そう、はい、奥様は、はい、お子さんとお二人ですよね？そうです。お子さんの世話とかはしてるんでしょ？はい、してます。うん、何をしなくなったの？掃除片付けですね。おー、私がどちらかというと綺麗好きな方なので、それがもう非常に許せなく、そこで口論になることも何回もありました。それで実際問題はその生活、お金というところがやっぱり一番どうしてもネックになってきていて、はい、実家に戻るしかないのではないかと思っています。というのは、あなたが単身で実家に戻るってこと？可能であれば家族でとは思っているんですが、はい、彼女はまあそれにうんと言ってくれません。はい、要するに奥さんと別れて単身で家に帰るっていうことではなくって、それも仕方なしなのかなと今思っています。あ、そうなの。はい、っていうことは離婚しようと。はい、あ、はい、あ、そこまで行っちゃうんですか。もともと奥様は
あなたのお母様とは、はい、一緒に暮らしたことはあるの？妊娠中に少しの間、1年前後。ご実家に行ってらしたんだ。はい。でも、離婚した場合は今度、お子さんの親権は？は、執着はしてません。月に一度二度会えれば。うん。はい。まあでも、養育費は払っていく。ああ、もちろんです。行くでしょうね。はい。それで、今日のご相談っていうのはそうすると何？はい。なので、その、まあ、離婚ということになった場合、二人だけで話すとうまくきっといかないと思うので、ええ、家庭裁判所という、まあ、弁護士さんなのかちょっとわかんないですけど、そういうところで話をしたいと思ってます。で、その時に、その過去の私の浮気については、やっぱ何かマイナスになってくるのではないかというところも含めて、まあ、踏み入れていないと。なので、そこは何かマイナスになるんでしょうかというのが。あ、要するに離婚の相談をしたいけど、はい。自分の方がマイナスポイントがあると、はい、ちょっと不利になるから嫌だなっていう、はいはい、それは虫歯良すぎるんじゃない？まあいいです。ですね、じゃあわかりました、はい弁護士の今日はですね、酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。端的に言うと本当に離婚もしてもいいかというか、離婚いたし方ないかっていう気持ちは結構強いんですかね。私は思ってますし、彼女も思っているのではないかと推測します。そういう話もできない？まあ今ほとんど会話がうちの中でもないので、はい、そこまで突っ込んだ話はしていません。最初のお話からちょっと入りますとね、はい、転職をされて、残念ながら給与が半分ぐらいになっちゃったと、はい、奥さんはパート勤めでどのぐらい月に10万ももらって。いや、いくらもらってるかわからないですけど。わからない。転職するに6、7万円で。6、7万円か。はい、それはどうされてるのかな？家計に入れてるの？彼女のものです。で、あなたの23万円はどうやって使う？万円のうち、家賃の分と生活費ということで13万円。それから電気、ガス、水道、諸経費を私の方が払ってます。光熱費ってやつですね。そうです。で、そうすると、光熱費と13万円を引くと、お互い手元に残るのが似たような金額っていう感じですかね。わかんないけどね。そうです。あなたの手元に5、6万は残る。もうちょっと残るのかな。いや、そんなに残らない。残んないし。で、そうなっちゃうと、まあかなりきついから、今のアパートを出て、あなたのご実家に戻ろうと思うんだけど、はい、奥さんが嫌と言うんだけどっていうご相談かなと思ったら、はいはい、それが、まあ、今の、差し迫った問題というよりも、そういう状況だし、はい、3、4年前に終わって、その浮気の話があって事実上のまあ家庭内別居なので、はい、もうこれは離婚するしかないかというお気持ちになっておられて、それで最後におっしゃった、もしそういう離婚という話になった場合には過去の浮気の話はマイナスでないだろうかと、そこのところをちょっと聞いてみたいなという話ですかね、はいはい、そうです。でバレる前は仲良く行ってたんですか、夫婦は？実家から出る前後で、はい、私の家族ともうまくいかなくなり、はい、それが私のところも来て私ともっていうのはありました。私の家族っていうのは具体的に言うとあなたのお父さんお母さん、父親母親ですね、はい、うーん、それは何、あなたが自分の味方になってくれないからみたいな、そういう話ですか？そうですね、はい、うーん、なんでこんなこと聞いてるかというと、はい、マイナスになりますかと言われたらそれはマイナスになるわけですよ。それはご心配の通り、はい、家庭が壊れちゃったのは夫が浮気をしたからだと。はい。で、これ長く続いてたっていうのはご存知なんですか、奥さん？わからないと思いますとしか言わないです。端的にお聞きすると、なんでバレちゃったんですか？はい、携帯を見られたからです。ああ、なるほど。はい。そうすると、ある程度のこう継続した仲っていうか、そういうのは携帯の履歴とか見られて分かっちゃってる。はい。まあ、それも大きなきっかけになって、夫婦関係が壊れたんだと、先方としては当然言いますから、はい、夫婦関係を壊したことに責任のある側、有責って言いますけどね、はい、有責配偶者はあなただとこう向こう側としては言うわけですよ、はい、で壊れたのはあなたが原因なんだから慰謝料を払いなさいっていうことを要求してくる可能性は強いですよね、はい、でそういう意味ではマイナスになりますかって言ったらまずそこがマイナスということですよね、はい、で親権の問題はあなたがもうあまりこだわらないとおっしゃって、はい、まあ、その単身赴任とかされているし、まだお子さんそんなに大きくないから、はい、と、まあ、お母さんの側かなっていうお気持ちだと思うんだけれども、はい、そうすると、ポイントとしては、慰謝料と、
で、財産分与についてはあれば、まあ、半分くださいってきっと向こう行ってくると思うんだけど。ありませんから、すべてどうぞという感じですね。うん、そうすると、はい、あと、養育費の話と慰謝料の話だけになっちゃうと思いますから。はい。で、養育費はさっきお聞きしたら、しかるべき金額を払いますと。はい、だったら、それもあんまり問題にならないから、はい。そうすると、慰謝料を払うべき人はいるのかっていうのが問題になって、はい。で、もう夫婦関係壊れたとお二人で思ってるんだったら、それは残念ながらもう続けていてもしょうがないねっていうことで、協議離婚してもいいし、調停行ったってそこのとこはじゃあ争いないんですねっていう話になって、はい。まあ、片っぽが続けたい、片っぽが辞めたいっていうとそこがまたすごい揉めるわけですが、ああ、はい。そうじゃないんですよね。はい。話してないにしても奥さんの方はどう考えてるかみたいなことは、なんとなく分かってるんですか？なんとなくですけども、逆に待っているのかなと思えるときすら、うん。で、自分の方からは言い出さないぞっていう感じなのかな。そうですね、彼女から。うん。で、あなたの方から言っていくと、はい。それはあなたが浮気したんだから、叱るべき慰謝料を払いなさいと言われるんじゃないかっていうご心配なのかな。はい。はいはい、ご存知かもしれないけど、養育費についてはある程度の裁判所の基準になるものができてますから、はい、お互いの収入を前提にすると、はい、子供が何人、このぐらいの年齢の人がいると、いくらぐらい払うんだよ、みたいな基準があるので、はい、それを払いますっていうことになると、そこもあんまり揉めないと思うから、はい、だとすると、慰謝料ですよね。はい。で、それは、さっきちょっと他の原因はあるのかっていうことでお聞きしたんですけど、はい、浮気の話が出る前から関係が悪かったんですかって聞いたのは、そこのところが気になったので、はい、元々壊れてたんだったら、夫婦関係が壊れてから、浮気したんで、壊した原因はそこじゃない、有責じゃないっていう言い方もできるわけですけど、ちょっとそこまでは言えないんでしょ？そうですね。明確に彼女が何か悪かったかっていうふうに言われれば、そうではない、ね。うん。例えば一番わかりやすいのは、夫婦関係がもう壊れちゃって、別居しちゃったと。はい。で、一人暮らしをしていて、もう完全に夫婦の実態がなくなっちゃって、1年2年経っちゃった後、そこで彼女ができちゃったって話になると、まあ順番はちょっとずれるわけだけれども、はい、もう壊れちゃった後彼女ができちゃったんだから、それは夫婦が壊れた原因じゃないですっていうのはこういう主張がされることはよくあるんです。で、ただ、あなたの場合は別居してるわけじゃなくて同居して、はい、まあとりあえず平穏に家庭生活をちゃんとしてるときに浮気をしちゃって、はい、不倫関係作っちゃって、それが原因で家庭内別居が始まっちゃったっていうようなお話だから、反論はしづらいなとは思います。だからそうすると、まあ、マイナスでないかと言われるとマイナスになりますよね。だから、別れるんだったら、それなりの慰謝料を払えたらどうですか、はい、って言われるような気がしますけどね。はい。よくわかりました。そんなご説明でよろしいですかね。ああ、はい。はい。先生、この場合、自分が別れるって言わないで、はい、奥さんが別れたいって言った場合でも、はい、同じぐらいの慰謝料が必要。理論的には、どっちが言い出したから慰謝料の額が変わるっていうことはないので、例えば奥さんの側から見て、別れたいと、なぜか夫婦関係壊れちゃった。で、壊れた原因は夫にある。だからちゃんと慰謝料払え。こういう話はよくしますし、私も実際やったことがあります。向こうが言ったから額が変わるとは限りません。逆にだけど、向こうが、もう別れたいと。そのお金、相手の責任があるからたくさんもらいたいとか思わないから早く別れたいっていう意味で言ってきた場合は事実上金額が小さくなる場合もありますので。なるほどね。はい。まあ少なくとも奥様から仕掛けたことではなくあなたが不倫したのが原因で、はい、こういうような奥さんになっちゃったんだからそれはあなたの責任だし、はい、お子様には何の罪もないのにこういう家庭を作っちゃったのもあなたの責任なんだから、はい、まあ男らしくなんとかきちっとした方がいいですね。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、ございました。はい、失礼します。失礼します。